にあったり、青山学院大が近くにあったりと、この、いくつか、敷地内というかですね、通ってまして、あの作りで、番号も、1号館2号館、全体的にとても綺麗ですね。左側に見えたのが3号館ですけれども、リアルレストランというところが、あるようで、これはカレーですかね、ラーメンというかずっと続いてまして、なんていうかその、学生食堂でもあるんですけれども、結構普通のビジネス、カレーが400円台、麺類が300円台だったりさ、もう、ちょっとアメリカンな感じなんでしょうかね。なかなか本当にイン更衣室なんていうのもありまして、まあ、そういう式典ができるなっていう感じなんですけどもね、なんか不思議なオブジェもありますね。これも新渡り廊下、やはりこのガラスのかっこいいですね、つながっていてる。